こんにちは、川島屋です。この動画ではよもぎエキスを使った手作り化粧水の作り方をご紹介します。材料はよもぎエキス 10ml、 精製水 40ml、 グリセリン 0.5ml、 パール剤、保存容器 50ml サイズ。保存容器に材料を入れよく混ぜれば完成です。肌の状態やお好みに合わせて分量を加減してお使いください。出来上がった手作り化粧水は防腐剤を使用していませんので、冷蔵庫に保存し2週間ほどで使い切りましょう。よもぎはクロロフィルをはじめとして β カロテンやビタミン E などのビタミン類、タンニンなどのポリフェノール類と抗酸化成分を含んでいます。これら成分の働きで活性酸素による細胞のダメージを抑制し、シミ、シワ、たるみなどを防いで肌を若々しく保つと言われています。なお、初めて新しい化粧水を作るときは肌と素材との相性を確かめるためにパッチテストを行います。腕の内側につけて半日から1日様子を見ます。2回目以降に化粧水を作る場合のボトル洗浄方法について、30度以上の焼酎か消毒用エタノールをボトルに少量入れてキャップをし、全体に行き渡るようによく振り、中身を捨ててそのまま自然乾燥させます。これで消毒が完了です。川島屋では無農薬栽培の野草エキスをご用意しております。ぜひ一度川島屋のサイトをご覧ください。ありがとうございました。川島屋でした。